ということで、当日の流れは以上になりますが、何か気になることとかありますか？私は大丈夫だけど、みんなはどうかしら？私も大丈夫。これならきっとお客さんも安心して楽しめると思いました。そうだね。物販スタッフの人数も問題ないと思うし、私も大丈夫だよ。それじゃあ、ワンマンライブ前の最終打ち合わせはこれで終わりですね。あとは当日、よろしくお願いします。よろしくお願いします。それにしても、本当にもうすぐなのね。そうね、ここまで合宿やらグッズ制作やらがむしゃらにやってきたから、なんだか感慨深いわね。ここまでいっぱい頑張ってきたから、1週間後にもう本番だって思うと緊張しちゃうな。みのりにとっては初めてのワンマンライブだもんね。でもここまで大きな問題もなかったし、無事に開催できそうで本当によかったわ。スタッフさんや設営の手配をしてくれた斉藤さんのおかげね。斉藤さん、本当にありがとうございます。しずくさん、しずくちゃんからそんなお言葉をもらえるなんて、ありがたき幸せというか、もったいないというか。そういうところは相変わらずね。むしろお礼を言うのはこっちの方です。今回は私の将来のためにもなると思ってやらせてもらってるので。将来の？はい、前に大学に通いながら制作スタッフのアルバイトをしてるってことはお話ししたと思うんですけど、実は前のイベントを手伝わせてもらってから、将来はアイドルをお手伝いする仕事をしたいって強く思うようになりまして。前のイベントってクリスマスにやったファンイベントのことかしら？はい、それです。もともとそういう仕事には興味があったんですけど、あのイベントをやりきった後、やっぱり楽しいな、こういうのを仕事にしたいなってすっごく強く思ったんです。皆さんがお客さんに希望を与えているステージに自分も関われたって実感があって嬉しくて、それでもっとちゃんとやってみようって前よりイベントのバイトも積極的に入れて経験積みながら、タレントのマネージャーの勉強も始めてみたんです。まあ、そうだったんですね。私たちのイベントがきっかけで夢を、それってなんだか嬉しいね、そんな風に言ってもらえるなんて。私たちも応援してるわ。何か力になれることがあったら言ってちょうだい。ありがとうございます。皆さんにそう言ってもらえるだけで元気が出ます。ママも必ず成功させましょう。運営は私とスタッフで絶対にやり遂げますので、皆さんは安心してステージに臨んでくださいね。ありがとうございます。そこまで言われたら、私たちも一層気合を入れないといけないわね。モアモアジャンプ初のワンマンライブ、お客さんはもちろんだけど、それだけじゃなくて私たちもスタッフもみんな、その場にいる人たち全員が楽しめるような最高のライブにしましょう。ね、あと1週間だったかしら。この完成度なら問題なく本番を迎えられそうね。頑張れみんな。
ありがとう。あと1週間頑張らなくちゃ。みのりちゃん、緊張が抜けないみたいね。ねえ、この前からずっとそうなのよ。だってだって、やっぱりもうすぐだって考えるとどうしても緊張しちゃうよ。ふふ、そういうみのりちゃん見てると本当にいよいよって感じがするね。でもそんなに心配することはないんじゃないかしら。練習もたくさんして、合宿までやって、みんな一生懸命練習してきたわ。みのりちゃんのパフォーマンスも格段に成長してるように見えるわよ。ほ、ほんと？ええ、僕もそう思うよ。みのりちゃんだけじゃなくて、みんなのね。あとはステージで、みんなの戦力をお披露目するだけじゃないかな。ありがとうございます、カイトさん。みのりに関しては、私たちもそう言ってるんですけど。確かに、今日までにたくさん練習はしたけど、やっぱりそわそわもドキドキもしちゃうというか、なんというか。まったく、しょうがないわね。やっぱり初めてのワンマンライブはドキドキしちゃうわよね。え、しずくちゃんもそうだったの？というか、みんなそうなんじゃないかな。ワンマンライブはアイドルにとって最初の関門だしね。私もすごく緊張したっけ。はるかちゃんもなんだ。うん。って言っても、私は当日までワンマンライブの持つ力に気づけてなかったんだけどね。ワンマンライブの持つ力？アスランでデビューシングルを出した後、私たちはしばらく合同ライブをメインに活動してたの。でもある時、急にワンマンが決まったんだ。本当に突然のことだったし、びっくりはしたんだけど、私はワンマンも合同ライブも同じライブだし、お客さんに希望を届けたいって気持ちは変わらないからって、そこまで緊張はしてなかったの。でも、いざ当日になって、ステージに立った時。さあ、初めてのワンマンライブ、1曲目だよ。みんな、最後までついてきてね。すごい歓声。合同ライブの時とは全然違う。はあ、そっか。今日はここにいる人全員が私たちをアスランを見るためだけに来てくれてるんだ。ペンライトも全員打ち合わせたみたいに同じように動いてて綺麗。お客さんみんなまっすぐに私たちのことを見てる。視線から伝わってくる期待とか感動とか、私たちを応援したいって気持ち。やらないと。この期待に応えられるだけのステージを、今の私の全部を出して。楽しい。私たちの歌に合いの手が乗ってるわけじゃない。私たちがファンのみんなの合いの手に乗って踊ってる。まるで全員が一つになってるみたい。こんな感覚初めて。そっか、合同ライブとは違って、ここにいる全員が私たちを見て心を気持ちを一つにしてくれてるから、深いところでつながってる気がするんだ。そうなんだ、これがワンマンライブなんだ。私の初めてのワンマンはそんな感じだった。
あの感覚はすごく特別だから、みのりにも早く味わってほしいな。お客さんと心の深いところでつながる。そういえばあの時私も。いいなあ、みんなのワンマンライブ。僕も客席で見たかったよ。そうね、私たちも見れたらよかったんだけれど、難しそうよね。あ、それなら大丈夫よ。みんなのために前の方にスペースを作っておいたから。本当？でも平気なの？誰かに見つかったりしたら。機材を置いている場所だし、周りからも見えないようにするつもりだからきっと大丈夫よ。その分周りが殺風景で申し訳ないけど、ステージは見えやすい特等席だから楽しんでくれると嬉しいな。わー、ありがとう、みんな。私、みんなのことたっくさん応援するからね。みのりちゃんも緊張も全部含めて最初のワンマンライブ思いっきり楽しんでね。はい、ありがとうございます、カイトさん。私、一生懸命頑張るよ。人生で一回しかない最初のワンマンライブ、後悔しないように。